皆さんこんにちは。まず自分のお話しますと、人面がつく中に山里の里で、猛暑がとどまると書いて中里たけると申します。皆さんお暑い中ありがとうございます。ライフサイエンス統合データベースセンター、略して DBCS というところから来ています。私の担当は次世代 C 検査、略して NGS と言いますけど、のデータ活用の基礎ということで、次世代 C 検査アカデミーの、話をします。で、本題に入る前に、いろいろその資料のお話とかなんですけど今日話す資料は皆さんに私今これプレゼンなしですけど、それのハンドアウトが行ってると思います。で、同じものがですね、この MODB なんとかかんとかの AJAX66、もしくは AJAX 河内で Google 検索すると、大体このページに来まして、ちょっと今お見せしますと、これが募集サイトで、もしこっちが見えてる方はですね、募集資料はこちらっていう方行くと、こっちのMODB っていう講習会の置き場がありまして、で私がここですね、14:50〜16:20です。でこの紙配布資料っていうところに、皆さんにの手元に行っているプレゼンのハンドアウトがあります。であともう一個こっちの方にもリンクがありまして、それは先ほどボーノが資料で使ったのはこういう、もともとそのプログラミングのをなんかみんなで開発するときにこういうところに置いてですね、やる GitHub っていうサイトがあるんですけど、講習会の資料も僕らここに置くようになってます。で、基本的に中身は同じものなので、いいんですけど、この講習会は皆さんでいろいろいじってもらう、その例えばウェブサイトに行って、そのページを見てもらうっていうのがあるので、URL をですね、いちいち打ってたりとか Google 検索するとつらいので、だいたいこの辺だなみたいな時に、例えば今日 NCBI のサイトの説明をするんですけど、こういうところに例って書いてあって、ここからリンクがあるので、リンクをたどりたい場合っていうのがまず1点と、あと実際に解析の話を今日しますが、そうするとですね、こういう何ていうのかな、普通はここまでの事情の話っていうのはウェブブラウザーでいろいろ解析できることなんですけど、次世代シーケンサーのものっていうのはウェブブラウザーで解析ってできなくて、いろいろそのコンピューター自体に解析用のツールを入れてもらって、いろんな呪文をですね入れなきゃいけないんですね。例えばちょっとこの後出てくるのかな、ここにちょっと出てきますけど、マッピングするのにトップハットのCPU2 個使ってなんとかかんとかでっていう、こういう呪文があります。でこれもプレゼンシール載ってるんですけど、打つの大変なので、今回はやらないんですが、後ほど振り返るときにここをコピペすると一応それなりにできるようになっているというのを込めて、こういうサイトも用意してあります。で、基本的にはお手元のハンドアウトの資料を見れば大丈夫なようになっておりますと。でこれも毎度毎度出てるんですけど、ツイッターとかでつぶやいて構いません。でハッシュタグはこの AJAX AJACS AJAX っていうのを使ってます。で実はこのハッシュタグっていうのはこの今講義してる時だけでなくて、僕らが、例えば明日とか明後日とか復習したいなっていう時もこれを使って構いません。で、私が今答えられるものっていうのも限界があるし、あとそのいちいちその分かんないのを止めるのも何なのでっていう場合は、この AJAX っていうタグをつけてつぶやくと、今私の同僚がネット越しにこのハッシュタグで見守ってますので、分かんねえっていうと私が喋った間にも後ろのサポートチームみたいなのが答えてくれるので、ちょっと恥ずかしいなと思ったらこれをつけて、つぶやいてください。後日このタグをつけてつぶやくと、私も回答する場合もあります。で
あと3点目なんですけども、皆さん大変お気づきないようにですね、注意がありまして、今日は私がもらった参加者リストだと47名なんですけど、とてもここは47名より多いような気がするんで、もっといるだろうということでここにプラスがついてます。で、先ほどからお気づきのように47名とかで、さあ行きますよポチってすると、それはどうなるかというと、それは攻撃なんです。で、私もサーバーの管理とかしてるんですけど、急にこうバッとトラフィックが上がるとびっくりするんですよね。で、まあ、私なんかはその多少慣れたからいいんですけど、他のところでも面倒くさいから全部こうそういう攻撃みたいなのはその自動で遮断しようみたいなことになってると、どうなるかというと悪菌アクセス禁止を食らうわけですね。なので、まあ、皆さん真面目なのでですね、ではクリックしてくださいというと一斉にポチッとするんですけど、なるべくその外してですね、他の人とタイミングをずらして、ちょっと先走ってポチッとするとか、隣の人が終わったなと思ったらポチッとするとかすると、サイトもつながりやすくなるかと思います。私なんかいつも自己紹介が長いって言われるんで、ちょっと飛ばし気味でやりますけど、一応ちょっと見た感じですね、午後から来た方もいらっしゃるので一応念のためこの話をするんですけど、私ここのライフサイエンスとゴテダプセンターっていうところにいまして、でこれは、大学のインフラやってる情報学研究所とか、南極探知機の極地研とかと同じ組織でして、もう10年ぐらいこのライフサイエンスのデータベースを統合するっていうような、ことに携わってます。で、今日はですね、午前中話したミノワとか、まあ、ミノワこっちの両方ありますけど、この後調べるのとかはですね、こっちのバイオサイエンスデータベースセンターってあるんですけど、こっちは JST の方でして、もともとバイオインフォマティクスで予算がこっちのついてたんですけど、こっちにも予算がついたので一本化されて、よく説明するのがこっちのですね、バイオサイエンスの方がなんとかホールディングスで、僕ら実践業務を行う銀行ですっていうような、ことの説明をするんですけど、まあ、この日本体制でというか、こっちがいろいろ考えて、こっちが実動部隊みたいな感じで、切り分けがされてます。でちなみに私はこちらの DBC ですの人間になってます。で、もともとそのゲノムミレニアムプロジェクトっていうものが懐かしい単語ですけど、2000年ぐらいにドバッとお金がついたのが2010年ぐらいにだんだんお金が切れていって、そうするとここで作ったデータベースとかがですね、どんどん死にゆく運命だったのを、まあ、なんとか救済しましょうみたいな、仕事をしてます。で、まあ、僕らがここにいるんですけど、ここ の, 今日出てくる DDBJ っていうのが三島の遺伝研にですね、データを集める人たちがいます。でこの DDBJ っていうのはですね、皆さんおなじみの NCBI とか、あとヨーロッパに EBI という組織がありまして、ここの3つとですねコラボレーションをしています。今日この後で NGS のデータで出てきます。で、ここの DDBJ っていうのは集める担当でして、で僕らはデータを使ってもらうインフラを作るっていうのが担当なので、この DDBJ で集めたデータを僕らが、例えばムービー作るとか、こうやって講習会でレクチャーするとか、検索エンジンを作るとか、そういう切り分けになっております。で、まあ、私自身のことなんですけど、今こういうデータベースで全部こうコンピューターで、仕事をしてるわけですけど、もともと学生の頃は実験をしてまして、それこそピペットを持って実験をする日々を送ってました。でどんなことをやったかっていうと、もともと血圧調節をやるっていう、まあ、私理学部なんですけど、ラボでして、で分子生物学の部屋だったので、まあ、血圧調節っていうのを分子生物学っぽく言うとイオンとか水分 の, 調節になりまして、まあ、こういうのを担う遺伝子を探すっていうのを、うなぎを使ってやってました。でなんでうなぎかっていうと、うなぎっていうのは鮭とかマスと一緒で淡水と海水両方いける魚なんですね。で、普通なんかマウスとかでやるとですね、しょっぱい食事をさせんといかんのですけど、マウスもしょっぱいの嫌だからあんまり食べなくって、あとその陸上生物なのでそのホメオスタシスがきちんとなっていてですね、そんなに差が出ないんですよ。なので、ドラスティックに環境の変わるうなぎみたいな魚を使ってですね、まあ、こういうイオン濃度調節をやる遺伝子を探すっていうのを、まあ、学生時代にやってました。ちなみに今うなぎは絶滅危惧種でして、
前はうなぎ屋からうなぎを買っていたんですけれども、だいぶ高騰しましてですね、今は韓国とかにいる淡水と海水両方生きるメフグっていうフグを私の出身ラボでは使っているそうです。ちょっと雑談が続いてますけども、で、こんな感じでですね、私が取った遺伝子が膵臓とか腸にあるなとかですね、淡水から海水に持っていくと1日2日とかでガバッと遺伝子の量が増えるなみたいなデータを取ってですね、これがモデルをこういうふうに立てて、卒業していくんですけど、ここ腸内でずっといくとですね、こっちが頭でこっちがお尻ですけど、水分を取って、で、結局私が取ったのはですね、重炭酸イオンと HCO3- っていうのをこっち の腸の中に出すトランスポーターの遺伝子を取ったわけですけど、そうするとこの海の水っていうのはカルシウムとかマグネシウムが多いので、こいつらと結合して沈殿するから水っぽくなって水が晴れて吸収できるみたいな仕事をマスター2年の2月ぐらいに発見しまして、後輩にあとよろしくと丸投げして卒業してしまった悪い先輩なんですけど、私の孫弟子が5年後ぐらいに論文してくれて個人的には良かったと思ってます。雑談なんですけど、で今はですね、打って変わって、こういう次世代シーケンサーの検索エンジンを作るっていう仕事をしていて、こういうツールとかデータのリサイクル活動をやってるということになってます。で、こう自己紹介をするのはですね、何でかっていうと、私こうやって昔実験していた人間なんですね。でも慣れるとこういう実験していた人でもデータベースの話をできるぐらいになりますっていうことなので、そんな敬遠せずにですね、ちょっとトライをしていただければというふうに思っています。というわけで、やっと本題ですが、まず NGS とは何ぞやっていう話なんですけど、ここから皆さんの手元に資料がございますが、今 NGS、NGS っていうふうに単語が出てるんですけど、次世代シーケンサーとかですね、 C 型シーケンサー、英語で言うとニュージェネレーションシーケンシングとかネクストジェネレーションシーケンシングっていうふうに、言われます。で、何が新型なんだろうとかいろいろ思うわけですが、私もこの辺りですね、論文を書いたりすると、もうなんかニューでもネクストジェネレーションでも、ないだろうとか言って、レビューバーからコメントつきまして、実際その通りで、私昆虫採集が趣味なんですけど、新しい昆虫採集案内っていう昔からよく知られた本があるものの、これ出たのが昭和46年で、私が生まれる前でして、でもなんかこれがちっとも新しい版が出ないので、これが今一番新しい昆虫採集案内なんですけど、もうすごい古いじゃないかとなってます。で、確かにその今ニュージェネレーションとかネクストジェネレーションっていうと、全然ニューでもネクストでもなくなってきたんですね。で、だからハイスループットとかマッシブリーパラレルとか言うんですけど、これもハイスループットってその時は言ってても、なんかちょっとすると全然ハイじゃなくなるんで、相対的なもんだと思うんですけど、なんかハイスループット DNA シーケンシングって書かれる時もあります。ただその略がもう NGS というのだけが一人歩きしてしまったので、例えばハイスループットなんとかで、もしくはネクストジェネレーション括弧 NGS とも呼ばれてますみたいな感じで、私は論文とかでごまかしてます。で、その何が次世代新しいかというとですね、私が学生のその時っていうのは電気移動式で、要するにその70センチのジェル板を2枚合わせまして、電気移動してこうやって GATC を決めていたわけですね。2000ボルトぐらい電気をかけて電気移動して、で、決めてたわけです。そうすると、1連で例えば750くらい読めて、でそれが、48連の、AGCT で 4で割ると大体9000ベースぐらい一度に決まる。で、2000年ぐらいのゲノムプロジェクトでワンサが読んでた時っていうのはガラス管のキャピラリ式っていうので、これ大体500ベースぐらいのが96レーンで、48K ぐらい読めたんですけど、じゃあその次世代シーケンサーはどうかっていうと、その一個一個はですね、今300ぐらいで短くはなってるんですが、
これがですね2500万っていう、要するにその前は長いやつをちょっと読んでたんですけど、今短いやつをものすごい並列でたくさんたくさんたくさん読むっていうような、感じになってます。でそうすると今15ギガなので、これ何倍だろうな、まあ、桁がすごい、あのものすごいたくさんの桁の、シーケンスが一度に決まるっていうような仕組みになっています。でちなみに原理の話をちょっとすると、まあ、ここにあの図があるんですけど、ちょっと分かりにくいと思うので、例をお示ししますけど、もともとそのガラス管にですね、あのシーケンスがまあ植わってると思ってください。でそれが1塩基ずつ伸びていくんですけど、上から写真を撮ります。で写真を撮るんですけど、これ今タイムラプス撮影っていって、例えば1秒おきにそろそろ電車が来ますけど、あの写真を撮ってる図ですね。電車来ないな、ないです。で、あの、あ、来ました来ました。でこうやってると、あのカクカクしたムービーのような図がこう出るわけですけど、これと同じようにガラスの板にシーケンスが当てて1塩基ずつ伸ばしていくんですね。伸ばした時に光るんですけど、その時にこうパシャッと上から写真を撮る。でそれをまあ30何枚合わせていって、そうすると、300か、同じポジションで例えば赤く光ったとか黄色く光った、まあ、イメージですけど赤く光ったとか黄色く光ったとか、ずっとそこを見てると、その光り方でもってシーケンスが分かると、まあ、例えばある一点を見ていると、ちょっと今ここは見えないんですけど TGC とかいうふうに光ったなっていうのが分かるので、その光り方でもってそれを配列に直すことができて、それが数百万ぐらいあるので、こういう配列が数百万ぐらい得られるっていうような、仕組みになっております。それでですね、この次世代シーケンサーというのはいろんな目的で使われまして、まあ、この後もちょっと出てくるんですけど、まあ、簡単に言うとですね、ゲノムを読むっていうのがまずあります。でそれから発現解析をするってあります。あとはそのスニップをまあ決めたいとか、あとはですねメタゲノムって言って、まあ、例えば土の中とか海の水とか取ってきて、その中の、まあ、たくさん微生物がいろんな種類入ってると思うんですけど、それをまとめてシーケンスして、どんな生物が入ってるかとかいうのをやるっていうようなものがあったりします。あとはチップセックとかここにありますけど、で、目的によって必要な、その読まなきゃいかん量っていうのが決まってます。決まってますが、その、大体このくらいだろうっていう目安がこういう、まあこれ本から取ってきてるんですけど、細胞工学の本から取ってきてますけど、まあ、こういうのがあったりするので、そのいろんな機械があるんですけど、シーケンサーと呼ばれる機械がありますが、その機械でできることっていうのとできないことってあります。なのでその目的によって、そのこの機械を使わないかんなみたいなのは、まあ、決まってくるっていうのは、ちょっとこうやりたい方は心に留めておいてください。で、ざっくり言うとですね、長く読みたいっていうのとたくさん読みたいっていうのがこう大体二軸にあって、でそのイルミナのハイセク、これがまあ一番その今よく使われてて、ゲノムとかも読めるいいやつですね。であとはその微生物ぐらいだったらマイセクっていう、これのちょっとあの簡便なやつでいいかなみたいなのがあったりします。であとはその今長く読むパックバイオっていうのが出てきてまして、せっかくなのでちょっと姿をお見せしますとですね、これがハイセックってやつですね。あの先ほど見せた東方テレビっていう、あの僕のが紹介しましたけど動画のサイトですね、その中にイラストもあるっていう話があったと思うんですけど、シーケンサーもあのいく種類か入ってます。でこれがまあハイセックってやつで、大きさでいうとこの、円台っていうんですか、円台に乗るぐらいですね、まああのまあ、円台に乗るぐらいだと思ってください。で、マイセックだともうちょっと小さい、この円台の半分ぐらいのサイズですね。で、最近どうなってるのかな、あとあのパックバイオっていうのが出てきてまして、まあ、最近はもっと新しいのが出てきたんですけど、パックバイオっていうのは、例えば
長く読めるやつですね、イルミナとかだと200とか300のところ、バックバイオだと8000ぐらい読めるっていうのがあったりして、イルミナとかだとその要するに細かいジグソーパズルをつなげないといけないので、ジグソーパズルがつながらないところをピースを大きくするっていう意味で、バックバイオがよく使われたりするんですけど、これは私は通称日焼けマシンと呼んでいて、人が入れるぐらいの大きさだったりします。で、こっちの方には、シーケンサーの進化がどうなってるかみたいな図もここに載っています。というところまでがだいたいその NGS の基礎的なところで、続きましてデータベースの話をします。私も昔実験をしてたと自己紹介をしたんですけれども、私が学生の頃よく使っていたのは遺伝子の類似性検索をするブラストっていうものと、あと文献の検索をするパブメドっていうのを使ってました。でこれどういうことかというと、そのクローニングとかしてですね、塩基配列を決めると、それは、NCBI のジェンバンクとか、あとそのエンブルとか DDBJ とか拡散のデータベースですね、でこういうところに登録されまして、でこれに対する検索がブラストっていうのがあったりします。で論文を書きますと、それがメドラインというデータベースに入って、でパブメドとか全文検索できる PMCとかで、パブメドセンターですねっていうところで、検索ができるというような感じになっています。で、次世代シーケンサー NGS のデータも同様で、出てきたデータを同じように NCBI とか DDBJ とかに登録をすると、 SRA シーケンスリードアーカイブっていうところに入りまして、それに対して、検索のところがあるという感じになっています。これですね、シーケンスリードアーカイブで、略して SRA というふうに言っていました。でここでまたさっき出た図なんですけど、実際シーケンサーのデータは NCBI とかヨーロッパの EBI とか、日本だ と、三島に国立遺伝学研究所っていうところがありまして、その中に DDBJ っていうセンターがあります。でそこで、集めています。で、これら3つはコラボレーションしていて、例えば DDBJ に登録された NGS のデータも NCBI から検索できたりとか、逆で NCBI で登録されたデータも DDBJ とかで検索ができるようになっているので、どれか1個ですね、検索すれば一応ここに入っている3つ全てについて検索ができるようになっています。個々のデータベースは後でちょっと皆さん見てもらうので、先走る方はさっきのページからリンクをたどってみると、大体どんな感じなんだなっていうのが分かるようになってます。で、ここにですね、これ NCBI で統計のサイトがあってですね、どのくらいデータが伸びてるかっていうグラフが、あるんですけど、実はここログスケールになってまして、これちょっと古い図だから、こっちに最新のやつを。ちょっと見づらいですが、こんな感じに伸びてますよっていうのと、あとここに実際のですね、何ベースぐらい入ってるのかっていうのが出てるんですけど、桁が多くて下から数えるのもめんどくさいんですが、コンピューターっぽく言うと5ペタバイトですね、ギガでテラでその上のペタですね、5.3 ペタで、5300兆塩基対入ってます。で、これは今オープンアクセスなので、
これについて、検索が皆さんはできるようになってます。でもう一個上にですね、13ペタでトータルベースってあるんですけど、人の個人データとかが入ってるものっていうのはオープンアクセスではなくて、そのコントロールドアクセスって言いますけど、関係者しか見られないデータっていうのがあったりするわけですね。でその関係者しか見られないのも合わせると13ペタで、これだとさっきこのオープンアクセスが5000兆だったんですけど、上だと1桁上がりまして、1桁3000兆塩基対かな、はい、ね、という日本語でもにわかに桁がどのくらいかわからないぐらいの塩基数が、データベースには今入っているという感じになってます。で、日本の方でもですね、そういうコントロールアクセスの、NGS のデータを受け入れる体制っていうのがありまして、データベースでいうと JGA ジャパニーズジェノタイプフェノタイプアーカイブっていう、こういう、データベースがあります。で受け入れの方は、NBDC ですね、今日朝の一番に話したミノワとかのいるところですけど、こういうところで、例えばその受け入れのため の、 その受け入れとか登録とかそういう倫理的な話も含めての、アドバイスというか、ここは受け入れの窓口になってますので、データをお持ちだったりとか実際に登録しないといけなくなったらですね、まずここの NBDC に相談するというような体制になっています。そうですね、はい、じゃあ実際にその検索というかどんなデータベースになっているのかっていうのを見るんですけど、まず NCBI がこんな感じですっていうのが中でなんですけど、これからお見せするのはですね、全部同じデータを検索した結果なんですけど、NCBI で検索すると、こんな感じになってます。こんな感じになってますというか、NCBI もいいところあるんですけど、検索しても一体何がどこにあるのかわからないので、私は NCBI で NGS のデータを検索するのをお勧めしてません。で、ヨーロッパのですね、EBI でやっているサービスで検索すると、これ同じデータなんですけど、こんな感じで出てます。少なくともですね、ここに何の実験をしたかっていうのを書いてまして、で、それに対する詳しい解説がですね、ここにこう書いてあるんですね。これ登録した人が書くので NCBA でもあるんですけど、ヨーロッパの方で検索すると、こういうのが割とパッと出てくるようにな仕組みになっています。で、この中にいくつかデータが含まれていて、さっき NCBI はここからただただ羅列していただけだったのですが、ヨーロッパので検索をすると、こんな感じでデータがあって、イルミナのハイセック2000で、実験しましたよとか、この辺りでデータがダウンロードできますよみたいなのが見られるようになっています。で、じゃあ日本の DDBJ はどうかというと、日本の DDBJ もですね、こういう感じで先ほど見れたような、どんな実験をしたかっていう詳細な記述が、見られるようになっていまして、で、実際のデータはですね、ここにあって、今ここちょっとグレーアウトしてますけど、ものによってはというか、普通はですね、ここからポチッとすると実際の実際シーケンサーのデータがダウンロードできるような感じになっています。で、先ほどそのイルミナのハイセック2000でみたいなところは、
この先のですね、各々のデータの詳細画面を見ると載っているというような感じです。じゃあですね、せっかくなので、この DDBJ のサイトを検索するっていうのを、ここでやってみます。で、まあ、皆さんも興味がおありでしたらですね、先ほどのページからリンクをたどるなり、まあ、もしくはこの DRA サーチっていうので Google 検索するとこのページに、行き着くと思うので、まあ、ここから見ていただければと思うんですけど、どうしようかな、まあ、例えばキャンサーとかでここにキーワードっていうのがあるのでキャンサーっていうところで検索をするとこんな感じでパーッとキャンサー関連のが、まあ、出ますと。で、ここはですねちょっと今羅列になっているのでおまじないのようにここにスタディ、ドキュメントタイプでフィルターできますよってここに書いてます。真ん中に書いてまして、でサンプルとかスタディとかエクスペリメントとかあるんですけど、まあ、ここは何も考えずにスタディっていうのをで、絞り込みをすると、まあ、割と綺麗というか今後につながる感じの検索の絞り込みができるような仕組みになってまして、であとはもう一個は生物値で絞り込みできるので、今ここで例えばホモサピエンスのデータで絞りますけど、そうすると今2097件っていうようなものになるの でここから何か面白そうなのないかなみたいなことが、まあ、検索が結果が出るようになるので、ここのアクセッションっていうところをクリックすると、まあ、先ほどみたいにイメージで言うとこんな感じでですね、実験の詳細が書いてあって右側に ID が並んでて、でここからダウンロードできて、で、さらに先をクリックするとどんなシーケンサー出ましたね、どんなシーケンサーでみたいなのが、出るようになっています。ちょっと復習をしますと、この DRA サーチっていうところで日本の DDBJ にある日本の DDBJ での検索サイトに行き着くことができまして、まあ、例えば何かキーワードを入れるとか、もしくはですねこのスタディタイプっていうところで今これが入っているとダメなんだけれども、例えばゲノムなのか発現なのかメタゲノムなのかエピゲノムなのかみたいなのはここで絞り込めたりですとか、もしくはどんなシーケンサーを使ったですかですね、そのイルミナなのかとか、パックバイオなのかっていうのが、絞り込みができまして、まあ、なんかキーワードを入れたりとかして、まあ、検索をすると、で、何も考えずにスタディっていうので絞り込むと大体そのいい感じで絞り込みができまして、でプラス生物値で絞り込みをしましょうっていうようなことでした。でも何も考えずに絞り込んでくださいっていうのもちょっとあれなのでちゃんと説明をしますとですね ここはちょっと難しいところですが、次世代シーケンサーのデータっていうのは、いくつか その項目に分かれて実験の内容っていうのが記述されています。で、ここにスタディってなって、あとエクスペリメント、サンプル、ラン、あとアナリシスで、これ全体の登録に関するサブミッションっていうような構造になってます。で例えばですけど、1000人ゲノム決めますよプロジェクトとかいうのがあったとすると、それは1個プロジェクトなので、ここのスタディっていうところが、まあ、その1000人決めますプロジェクトで1個こうできるわけですね。で1000人分読んだら1000回分実験がなされるはずなので、そうすると1000個のエクスペリメントができまして、でそれに対応する1000人分のサンプルの情報が記述されて、で実際の試験さんから出てきたデータっていうのがくっついて1回の登録っていうのでサブミッションが1個つくみたいなイメージになってるわけです。でさっき DRA でパッと検索するとこのスタディのところもエクスペリメントのところも全部一緒くたんに
出たんですね。なんですけど、知りたいのはどんなその個々の実験の内容というよりは、大体どんな目的でどんな実験のシリーズがなされたのかっていうのを調べたいことが普通なので、なので何も考えずにスタディで絞り込んでくださいねっていうような言い方をしています。っていうのが、まあ、DDBJ での検索なんですけれども、僕らもですね、あのデータを使ってもらうのが仕事なので、この DBCLS SRA っていうのを作っています。で、実際の画面を見せますと、これですね、ちょっと見てくれが今のと違いますが、こっちが新しいバージョンなんですけど、これがなかなかあんまり動かないので、ちょっと古い方でもお見せしますけど、これが今行くとこのページになってまして、一応こういうページに作り直している最中なんですけど、このバージョンよりさらに新しいバージョンを作っているというちょっと今謎の状態が起きてますが、まあ、そういうのを言っておいて、これを使うと何が嬉しいかというと、例えばですね、人のスニップ解析をしたいの実験を調べたいなと思うと、例えば微生物のメタゲノムみたいなのは全然関係ないから、そういうのは見たくないわけですね。でキーワードでやっちゃうと、たまたまキーワードがヒットしちゃったそういう微生物のメタゲノムみたいなのが入ってきて、でそれはノイズなわけですよ。だからまずそのスタディタイプ、まあ、目的ですね、ゲノムなのかハズレンなのか、メタゲなのかで絞り込みができるようになってます。であと生物種でも絞り込みができるようになってます。であとはですね、どんなシーケンサーを使ったかっていうのでも同様に絞り込みができるようになってまして、で先ほどそのイルミナだと例えば300ベースぐらいのがたくさん出てきますよっていうような、話をしました。で、パックバイオだと8000ぐらいのシーケンサーが出て、シーケンスが出てきますっていう話をしました。そうすると世の中のツールっていうのは300ベースとか500ベースのジグソーパズルをするようなツールっていうのと、あとはその8000ベースぐらいのでっかいピースをつなげるっていうのはツールが違うんですね。だから、まあ、例えばデータ量っていう問題もあるし、そのシーケンサーの特性っていう問題から、意外とそのシーケンサー、例えばイルミナのデータだけ使いたいみたいな人が、まあ、いたりするわけです。まあ、もしくはその歴々あるので、その昔のすごい古いシーケンサーで取ったデータみたいなのもあるので、そういうのはちょっと覗きたいみたいなのも、あったりします。なので、まあ、とりあえずその目的とかシーケンサーとか、あと生物値で、絞り込みができるようになってますよっていうような、仕組みになっているわけですね。はい、で、プラス、あ、そうかそうか、じゃあこれより先にこっちの話をしますがで、検索すると、まあ、同じようにこうリストの的な表示が出て、さっきはそのスタディ、要するにプロジェクトですね、とかとその個々の実験が全部一覧で出ちゃったんですけど、ここだとどんなプロジェクトがなされたのかっていう検索が一発で出るようになっています。でプラス、その内容っていうのも、個々のページを見るとどんな内容になってて、どんなデータが揃っててっていうのも、見られるような、仕組みになってます。でちょっと飛ばして、で今いろいろ喋ってるわけですけれども、こういう検索がいろいろ辛い場面っていうのが多々聞かれるんですけど、それは何でかっていうと、まずその目的が多種多様ですっていうのがあります。そのゲノムだったり発現だったりあるから、これをまあ見極めて自分の目でフィルターしないといけない場面っていうのもあるわけですね。であとはその生物種がたくさんあるので、まあ、何の生物かなっていうのも多分皆さん検索するとですね、自然にそこを見極めてこれだとか言って、まあ、データセットを決めて中を見てると思うんですけど、こういうことがなされていて、でそれが自分らの理解を超えた時に難しいなっていうふうに、まあ、思うわけですよ。
で、あとはそのデータベースの構造でさっきこの話をしたんですけど、このデータベースの難しさを出してるっていうのが、さっきは1回の実験で1回の登録だったんですけど、大きいプロジェクトになってくると、プロジェクトが1個あって実験が何回かに分かれてされてしまうと、ここのプロジェクトは1個なんだけど、この登録とかが例えば5件とか10件とかあって、追加実験が同じプロジェクトの下に入って登録されるっていうシチュエーションが起きるので、さっきの NCBI だと特にそのあこれ追加実験だったんだみたいなのが、データを隅から隅まで読んだらやっとわかるみたいなことが、その難しさをさらに醸しているところでして、でそういうところをですね、僕らはなるべくこう串刺しをして、同じ実験は1個にパッと出るように、まとめてっていうような、ことをやっています。で、そのいろんな、なんだろうな、自分の中の観点でデータを探すわけですけれども、それって、例えば夜の会とかでもですね、よくなされることで、例えばなんかワイン飲みたいなって言って、ワインくださいって店員さんに言うと、どういうのがいいですかとか聞かれたりするわけですよね。でそうするとどうしようかなって思って、いろいろ試案するわけですけど、例えばですね、なんか名前がついていて赤ワインで、日本の山梨で作られたとか、あとはそのブドウの種類がピノノワールだとか、いついつ醸されたワインだとか、そういう情報がワインにくっついてるわけですね。でこういういろんなワインに付随した、これメタデータって言いますけど、実験情報ですね、実験情報を駆使して自分の目的のものを探し出すっていうような、ことを、データベースも同じことでもやってるわけですね。でプラス中身のクオリティで足切りっていうのもあって、なんか赤で重くないやつっていうと店員さんがよろしくピッてこう出してきたりするわけですけど、そういうのもなんか客観的にその、例えば日本酒とかだと辛いか甘いかみたいなのが日本酒道みたいな感じでプラスいくつって仕様がついてますけど、なんかそういう中身のクオリティで、足切りをするみたいなことも、同様に、データベースの中では、やったり、しています。そうですね、はい。この中身の話はちょっと後でもう一回するとして、であと、僕らはその自主出しシーケンサーのデータベース DBCSSRA ってのをやってるって言いましたけれども、ずっとデータを見ているので、こういう統計情報みたいなのも出すことができまして、今この紫の太いラインっていうのはトータルで、これはもう2年ぐらい前だから、ちょっと新しいのをお見せしますと、今ですね、全部で8万6千ぐらいのプロジェクトがあって、こう伸びてるわけですね。で、この青いやつがですね、ホールゲノムのデータですね。8万のうちの3万9千だから半分くらいが大体ホールゲノムのデータになってます。で、この2番目の赤いやつはアザーなので、この中にもなんかいろいろ分かれているので、ちょっとここは視野のしどころなんですけど、で次に多いのが発現解析で、この黒いやつかな、黒っぽく、ここから黒っぽく読みますけど、だったりとか、あとメタデータがこの緑の線ですね。だいたいそのホールゲノム、発現、メタデータで、だいたい大半が占められているみたいな、今の現状になってます。で、シーケンサーの波動かというと、今1個ドカーンとありますけど、これはハイセック2000っていう有名な機械でして、ちょっと今これ消しますと、2番目に多いのがマイセックでやってるかな、イルミナのやっぱりマイセックっていうちょっと簡便な機械ですね。で、昔の資産があるので454とか、あとここにこう全部今の現状が書かれてますけども、こんな感じでシーケンサーも栄光清水がここから、見れるような
感じになっています。で、機器別ですね。で、僕らがやってるのでちょっと押したい機能っていうのをいくつかあるので紹介しますと、まず論文からの検索で、なんかある実験を、まあ、して、まあ、そのなんかデータが当然載ってるわけですけど、それが実際にどういう感じで、まあ、使われたのか、著者は何を述べたいのかっていう、あと実際に成果になってるのかっていうのが気になるところでして、実際にそのあるデータセットに対して論文が出てるかどうかっていうのを、まあ、リスト化しています。なので、まあ、逆に何かある論文が出たらそれのデータってどれだろうっていうような検索にもまあ使えるようになっていて、まあ、ちょっとタイムラグがあるわけですけど、何かおもろい論文が出たら実際のデータはまあここをたどるとデータセットが取れて自分でちょっと試しに解析するみたいな、ことになっています。で、実際どんな感じかっていうと、まあ、例えばここに Availability of Data and Materials っていうふうにまあこう論文をちょっと拡大したところですけど、そうするとここに DRA なんぼなんぼっていうふうにそのデータベースの番号が書かれているので、こういうところをですね抽出してさっきのこういうリストを作り上げているという感じですね。この後ちょっと言いますけど、なんか実際シーケンサーでデータを取りましたと、でそれを論文にして投稿すると、投稿する前に実際にその NCBI だったり DDBJ だったりにデータを登録してくれと、で、こういう番号を取りなさいっていうことが、まあ、例えば Nature とかには投稿規定に書いてます。なので実際にこういうサイ、データを登録してから論文をがやっと出るみたいな仕組みになっているので、この後ちょっと登録の話を、若干しますけど、そういう仕組みもあってですね、こういう論文リストが、まあ、一つは出るようになってます。で、であとはですね、なんか NGS って、まあ、昔もマイクロアレイも昔はそうだったんですけど、当初は、なんかノイズが多いちゃんと使えるんだろうかみたいな懐疑的な話があって、で、まあ、それは実際にクオリティチェックをしてみれば分かるんですけど、こっちの論文に関しては例えばこのデータが論文になるぐらいまあ使い物になるんだなっていうまあ間接的なまあエビデンスになるわけですけど、実際にその、クオリティチェックをするファスト QC というツールがあって、それをかけた結果っていうのがもうあらかじめ僕らの方で、かけちゃってるんですね。っていうのをちょっと先走って言うと、まあ、なんか自分で取りました、実験しましたとか、あとデータベースからデータを落としてきたら、まずクオリティチェックをして使えるかっていうのをまあ見極めて、ゴミデータを切った後で、まあ、例えばゲノムに貼り付けるとか、新しくつなぐみたいな、こういう作業をするわけですけど、必ずここのクオリティチェックってまあ通る道のわけですよ。だから、もうどうせファスト QC とかで大体書けるだろうので、もうあらかじめ僕らの方で、書けちゃった結果っていうのをサイトで、見られるようにしてます。まあ、ただこれちょっと計算がかかるので、最新のデータに関してはまだデータこのクオリティチェック の, 結果が追いついてないところがありますけど、まあ、なるべくここをですね早めにして、皆さんは落としてきたらこのクオリティチェックの結果を見てピッとフィルターして、ここのところをですねなるべくスキップしてすごく先に進めるような工夫みたいなのをまあ、なるべくやるようにしています。であとですね、ここは医科大学なのでこの話もせんといかんなと思って盛り込んでるんですけど、いろんな疾患のですね NGS のデータっていうのが入っています。でこれちょっと古いので実際のデータをお見せしますと、ですね、昨日宿で必死で計算したんですけど、ですね、一応その、まあ、なんか謎の単語も入ってるだろうっていうのはちょっと置いといて説明すると、さっきの論文リストがありましたね。論文に
疾患のキーワードをメッシュって言いますけど、もともとパブメドで、論文検索するためのキーワード集っていうのが用意されていて、それに疾患のキーワードが入ってます。で、そのキーワードが入ってるものだけを抜いてきて頻度ごとに並べたのがこれです。だから、そのキーワードに例えば疾患モデル括弧動物みたいなのが入ってるので、これが今多いですけど、例えば乳がんとか、前立腺がんとか、大腸菌感染症みたいなのが、まあ、ここに、入っていて、まあ、例えば乳がんだと334のプロジェクトが入ってますよという感じになってます。で、よいしょ、これ今例えばがんとかで並べると、実際にこういうデータがあって、こんな病気のについて述べてますよっての書いてあって、で証拠となる論文はこれですよみたいな、リストが出るようになっているので、例えばですね、今これ全部 の疾患を出してるんですけど、がんだけで絞ると乳がんとか前立腺がんとか、急性骨髄性白血病とかの、まあ、データが、まあ、たくさん入ってるんだなみたいなことが、分かるようにしています、はい。これがまあ病気からの検索でして、であともう一個ちょっと別の話をすると、これここじゃないな、これだな、これはですね、割と農学部とかで、話をするんですけど、生物種からの凝った検索っていうのを作ってまして、今枯草菌ですね、バチルスサブチリスで検索すると、まあ、こんな結果が出て74菌入ってるよっていうのが出てるんですけど、よく見るとですね、枯草菌の中にいろんな、まあ、株とか亜種的なものがあって、これ一番上が、まあ、いわゆる納豆菌ってやつですね。データベースって単純だから、枯草菌でやると枯草菌しか出さないんですよ。で、まあ、もっといい例で言うと、例えば米稲で検索すると、まあ、当然稲しか出ないんですけど、実はその中にインディカとジャポニカと掛け合わせみたいなのがあって、そいつら全部網羅しないと実は稲全体をカバーしてないっていうことなんですね。それ農学部とかだと結構クリティカルなので、割と強調して説明するんですけど、で、これを使うと下も検索しろってチェックボタンを入れると、例えば稲だとインディカもジャパニカも掛け合わせても一度に出るような、仕組みになってます。で、あとは、農学部とかの非モデルを使ってると、まあ、例えば、まあ、昆虫とかだと、まあ、なんかあるすごいマイナーな腸だったら腸がいて、でもそれの例えばデータはないと、じゃあその1個上のアリハチョウの仲間だったらどうかとか、腸全体だったらどうかっていうように、その1個ずつ上にたどっていくっていうのがこうワンクリックでできるようになってます。もう1個いくと、例えば今バチルスサブチリスで検索すると、まあ、いくらかだったわけですけど、バチルス全体でどうかっていうようなことが、まあ、ここで、例えば584件っていうふうに、まあ、一度に検索できますよみたいなのも、DBCS-SRA を使うとできますよっていうような仕組みになっています。なんか資料から行ったり来たりしましたが、ちょっと戻って、病気からも検索できますよとか、生物種からも検索できますよっていうような、話をしました。で、じゃあ登録なんですけれども、登録はですね、先ほど言ったように NGS のデータはアメリカの NCBI とヨーロッパの EBI と日本の DDBJ で、まあ、登録を受け付けています。で、まあ、せっかく日本の DDBJ があるんだから、その日本のその DDBJ のサイトに行くと日本語でこう解説があって、どういうふうにやったらいいのかっていうムービーもあるので、まあ、これを見ながらやると非常に、まあ、お手軽にというか、登録の、まあ、理解が深まるような仕組みになってます。で、これちょっとさっき見せた図と、さっき見せたのはここ のスタディとかエクスペリメントの図がここですけど、それのちょっと拡大版みたいな図がこれになってますけど、
まあ、基本的にはそのスタディとかエクスペリメントとかの各項目を埋めるっていうような、作業ですね。まあ、さっきのワインの例でいうとどんなブドウを使ったとか、なんかそういうのを埋めるわけですけど、この例でいうとどんな目的で、例えばゲノムなのか発現なのかとか、どんなシーケンサーを使いましたとか、生物種は、まあ、人でサンプルが例えば肝臓ですよとか、そういう記述を、まあ、埋めていくっていうようなことになってます。で、この図を出しているのは、もともとそのNGS の SRA って NGS のデータだったんですけど、データベースだったんですけど、 NGS っていうのは割と最初の方に言ったようにゲノムだったり発現解析だったりいろんな目的で使われてます。で、これの1個前のボーノのセクションで出たのが遺伝子発現とかの解析だったわけですけど、発現のデータベースとしてゲオとかアレイエクスプレスがありますよっていうような話がありました。そうすると NGS で取られた発現っていうのが出てきたときにどっちに入るのっていうことになるわけですよ。で、じゃあどうなってるのかというと両方に入ってるんですよ。で、だから NGS でやった発現のデータっていうとこれ両方見ないといけなくなってて、ユーザーとしては非常に面倒くさいことが起き始めたわけです。なのでどうしようかっていうと、どんな目的でどんなプロジェクトでデータが取られたかっていう、ここのさっきの NGS でスタディっていうところを外出しにしてバイオプロジェクトっていうようなデータベースができて、そのプロジェクト情報はここで全部管理して、これの下に NGS の SRA とかゲオがくっついてますよとか、あとはそのどんなサンプルを使ったかっていうのを外出ししてバイオサンプルっていうところに、まあ外データベースができているので、まあ、人の肝臓のサンプルを使いましたみたいな、こっちのデータベースとして管理しましょうみたいなふうに外出しされてるんですが、まあその実際に登録する側としてはですね、中身はもうここを埋めるだけなので、どんなプロジェクトでって書くと、今までは NSRA に入っていたのがまあバイオプロジェクトに入ってで、サンプルの情報を書くと NGS の SRA のサンプルのところに入っていたのがまあバイオサンプルに入るだけなので、まあ、基本的にはここを埋めるというふうに思ってください。で、そうするとですね、流れとして、まあ、一応アカウントを作って実際の NGS のデータをコンピューター上、向こうのコンピューターに転送しまして、でこの辺で実験情報を書くという感じになってますね。で、実際にそのサンプル情報を書くときっていうのはまあこんな感じでして、まあ、なんか名前をピロピロっとつけまして、でこのデータを例えば解雇のデータ、解雇がのデータですよっていうのをつけますと。そうするとまあここは自動的に生物の ID では決まりまして、でさっきこれで登録したデータですよとか、どんな株を使ったとか、バイオリソースのここからもらったデータですよとか、であとは、解雇がだと 何日目の幼虫ですとかですね、まあ、医学部っぽく言うとので言うと、まあ、例えば人の肝臓のデータみたいなのをここにこう書いたりするわけですね。でもしくはこのウェブのインターフェースで書くところもあって、どんなシーケンサーを使ったかみたいなのはこういうところで、書くっていうような流れになっています。で、とりあえずポッと登録をすると DDBJ の方に、まあ何て言うかな、管理者みたいなのがいて、実際にそのデータが正しいかどうかっていうのをまあチェックをしてくれると、まあ、例えば、テスティスとか書いてあるのに女性とかになってるとそれっておかしくないですかとか、そういうのがまあクレームが来て、あ、ごめんなさいねってちょっと直すみたいなことが、一応向こうの、チェッカーみたいな人がいて、そこをクリアすると、まあ、とりあえず登録の方に、まあ、なされるという感じです。ただ論文出るまでちょっと待ってよっていうのはまああるので、1年間ぐらいはそのとりあえず登録してあるんだけど外には出ない、ホールドみたいな状態になります。で論文が出ると論文情報が向こうにも行ったりするので、じゃあこれを公開しますねっていうふうに連絡が来て、論文と一緒に、データが公開されるっていうような状況になっていたりします。先ほどちらっとお見せしたんですけれども、
まあ、自分で実験したとか、あとはそのデータベースを検索してダウンロードしたならば、まずクオリティチェックをかけて、でやることっていうのはですね、だいたい2パターンで、そのジグソーパズルを主体なしに解くか、主体を見ながら解くかです。断片があるので、こういうゲノムっていう、まあ、見本ですね、全体的にどんな図ができるなっていうのが分かった上で、それを見ながら、うん、ここだなってピッて置いていくっていう、あのマッピングっていうものと、もしくは主体なくて、そのジグソーパズルの端っこのその出っ張ったり引っ込んだりの形が似てるなっていうので、パチッと止める、デノムアッセンブルっていう、大体2つに分かります。発言とかの場合は、もう例えば人だとゲノム情報が分かっているので、その上にピッて貼っていく感じですね。でスニップだとそれを精度よくやるっていうことです。でゲノムのとこだと、そのゴールのその貼りたいゲノム情報をこれから調べているので、まあ、ないわけですから、その端っこ同士でまあつないでいって、短い断片をなるべく一本にしていくっていうような作業になります。で、その各々にはツールがあって、要するにコンピュータープログラムですね。でクオリティチェックだとファスト QC っていうのがあって、マッピングだとボータイとかトップハットとか BWA っていうのがあって、で、発電量の解析数のカフリンク数みたいなのがありますよとか、サムツールズみたいなのがありますよっていうような、感じになっています。で、この話を本当はもうじっくりやりたいんですけど、それだけで半日ぐらいかかるので、とりあえずその参考の情報だけ、今日は割とお示すだけになっちゃうんですけど、まず実験もやる人向けには、こういう次世代シーケンス解析ウェット&ドライっていう、今日持ってきましたこの本があります。ちょっと分厚いんですけど、5500円用土者、でこれを見ると、サンプルのプレパレーションどうするかみたいな、ちょっと見えないと思うんですけど、こんな感じでサンプルのプレパレーションどうするかみたいなのがこれに載っていて、でちょっとだけ目標を読み上げると、例えばチップセックとかメチル化解析とか、遺伝子診断とか、非モデルの遺伝子発現を見るなんていうセクションがあったりします。なので自分でそのサンプルの調整までやって、で、NGS をかけたいっていう人はこの本が役に立つでしょう。で解析の方は、さっきボーノの方がですね、ドライ解析教本って言ってたんですけど、これも持ってきました、この本です。これもまたちょっと分厚くて、5400円しますが、 Kindle 版もあります。で、これはサンプル調整の話で出てこなくて、これから私がちょこちょこ話すその呪文がどうこうみたいなのが、こういうふうに、まあ、こういうふうに言っても多分見えないと思うんですけど、載ってます。でぜひ言わなきゃいけないこの本のメリットってありまして、そのメリットは、まあこういうのを書くのはプロの人わけ、プロの人なわけですよ。でプロができるのは当たり前じゃないですか。なのでプロの人のそばにいる素人の人に実際にやってもらうってなってます。でそうすると、例えばプロの人の奥さんとか、プロの人の教授さんとか、そういう人に実際に、やってもらってですね、まあ、例えばこういう実習レポートみたいな感じで書かれていて、こういうふうにやってみたができませんでしたとか、こういうのを解くのに3日かかりましたとか、でも最後まで実際にそういう素人の人ができるまで、まあ、付き合ってというかやってもらって、そういう素人の人でもちゃんとこの本の通りいくとできるというところまで、仕上げています。なので、皆さんでも必ずできるはずですというような仕組みになってます。でこの本はここに置いておくので、今日私が最後から2番目の演者ですが、後で捕まえてもらえればこれお見せしますので、後で見に来てください。で
ただこれはですね、あの本なのでだんだん古くなっていくんですね。なので、いろんな解析っていうのはだんだんそのアップトゥーデートでですね、新しいのが出るわけですけど、今年もまあ来週ありますが、 NGS のハンズオン講習会っていうのはさっき僕のからも話があったと思うんですけど、東大の方で、なされます。で、でここで喋ったことっていうのはさっき言ったように統合テレビとかで公開もされていて、で資料とかも載ってまして、でどんなコマンドでみたいなのも全部ここから載ってます。で、さらにマニアックになると、これをあの NVDC と一緒に仕切ってる東大のアグリバーの門田さんっていうのが、もういろんなツールを試して R で塩基化配列解析っていうので、どういうのをかけたらどんな感じで出るっていうのがいろいろ紹介をしているので、まあ、こういうところをまあ辿っていくと、あとそのプレゼンの資料とかも全部ここからあるので、その通りいくと、まあ、一応それなりに、マニアックなツールでも、まあ、ここで追っかけるっていうようなことが、できるようになっています。で、まずその環境を作るというところがまた難しいと思うんですが、この NGS 講習会ではですね、バイオリナックスっていうのがあって、これを使って、講習会みたいなのをやってます。でこれは何かっていうと、今これ私使ったのマッキントッシュですけど、 Mac の上で、環境の入った、まあ、Linux っていう、まあ、解析環境ですねを二次的に立ち上げて、その中で全部もう解析をするっていうような環境も作っているので、エミュレーターっていうソフトの上でこれを動かすんですけど、そのツールが全部入ってる環境は一応こういうところで、提供されたりもしています。もしくはまあ自分でいろいろ必要なものを入れたりとかして、解析をしていきます。で、これからまたいろいろ呪文をしゃべるんですけど、それもまた面倒くさいので、そうするとどうするかというと、DDBJ の方で解析のパイプラインですね、ウェブでデータをアップロードして、遺伝子のスパコンで計算さすっていうこともできます。でこれは自分でアカウントを取りまして、自分のデータを遺伝子の方のスパコンにこう転送して、で、まあ、例えばマッピングのソフトをかけるとか、デノバアッセンブリのソフトをかけるっていうような仕組みになっているので、まあ、一番お手軽なのはこういうものか、まあ、もしくはお金があったら外注の業者だったりとかに、まあ、頼むというような感じになっています。でじゃあ実際の解析なんですけど、まずちょっと戻ると、クオリティチェックの話をして、まあ、マッピングとかこのデノボの話をしていきますけど、まずマッピング、クオリティチェックとかトリミングですけど、ファスト QC っていうクオリティチェックとか、あとそのトリムガロアっていう、なんていうかな、ノイズ除去するみたいなソフトがあります。で、入り口と出口がファスト Q っていうフォーマットのものが入り口と、まあ、要するにそのインプットのファイルと、でアウトプットもファスト Q、まあ、きれいになったファスト Q というようなものが出てきます。でファスト Q フォーマットって何かというと、今ここに見本があります。でまず一番最初にここにこうタイトル行があって、アットマークってあって、こう名前が書かれているんですね。まあこれ自分で名前付けられるんですけど、で2番目にここに GATC があります。まあ、例えばイルミナだと300ベース M から300個文字があると思ってください。で3行目はまあ何か本当は意味があるんでしょうけど使いません、普通は使いません。で、ファスト Q の Q はクオリティでして、で4行目にこう謎の文字列が書かれていますが、これはコンピューターには分かるシーケンスのクオリティのまあ何か暗号です。本当は例えばクオリティの値が35とか80とか、まあ、イメージですよ、35とか80とか、なんかそういう数字で出ると思ってください。そうすると35ってと2文字使うから、そういうのを例えば
35だったらこの文字を使いましょうみたいな感じでマッピングしてあるので、1文字でこう略して書いてあるだけで、これには本当は意味があるんですね。でこれを可視化すると、さっき見せたこういうような、今ここに見えてますけど、日産がここにあったかな、あんまり時間がないんだけど、こういうやつですね。でこういうクオリティの図になってます。変器 の PCR と同じですね。こう長く読むとへたってくるんです。変器がずっと伸びていくとだん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 へたれてくるんですね。でこれちょっと悪い例でして、もっといいとこのグリーンのとこずっといってこの辺がピューってへたれ始めるんですけど、ちょっとこれへたるのは早いっていう例ですね。でそういうなんか各々の塩基のクオリティの値っていうのが FASTQ では書かれているような、書かれてまして、よいしょ、まあこういう文字でまあ書かれているようになってます。でちなみに皆さんこっちの FAST フォーマット、まあ、FASTA フォーマットとかがおなじみかもしれませんけど、三角があって名前があってこうやってシーケンスがある。でまあこれにはプラスクオリティがくっついたっていうふうに、まあ、思ってもらえればいいんですけど、でこれこの FASTQ に対して出ましたおまじないなんですけど、 FASTQC っていうまあなんかコマンドですね、ツールの名前です。でこいつに対してかけろよっていうふうにやると、さっきみたいなこういう図が作られると。こういうレポートを作るっていうのがこの FASTQC っていうツールになります。それで実際にやってみた例っていうのがこれで、さっき言ったように僕らの DBCSSRA だとこの FASTQC をすでにかけた例があるので、実際のクオリティのへたれ具合がこんなですよとか、あとはその GC コンテント のグラフだったりとかいうのが出るようになっています。まあ、そのファストQCかけると、まあ、こういうグラフが、まあ、得られて、まあ、一番若いのはこれですね。へたれ具合がどうかっていうのが見られるようになってます。でこっち のトリムガーラーの方はトリミングって言いますけれども、こういう端っこの、長く読んだ先の方のへたれたデータをそのトリミングする、その足切りするっていうのがこれで、ここでまあクオリティチェックをして、でへたれたところをまあ足切りするっていうのがこういうようにまあ呪文書きはですね、イルミナーで、このファイルとこのファイルに対して足切りをせよっていうようなまあ呪文になってます。まあ、なんかこの字も難しいなと思うと思うんですが、まあ、実際にやるときには、まあ、これを見ながらちょっと真似して実際に動くかなとか言って、まあ、お試しいただければという感じですね。でこれが終わると次はマッピングなんですけども、流れとしては今きれいにしたファスト Q とか、もしくはそのたまにファスタファイルの場合もありますけど、例えばトップハットみたいなツールをかけると、まあもともとそのリファレンスのゲノムがあって、それに対してこういう NGS での断片があって、これを実際のゲノムの上にピタッと貼り付けるっていうのがこのトップハットっていうツールになりますが、まあやってるのはこういうのがこういうふうに貼り付けるっていうイメージですね。で、これまあいきなりおまじないなんですけど、トップハットっていうツールを使いますよで、
これ普通 の, 例えばこういうコンピューターでもできるんですけど、時間がかかります。であとこういうコンピューターとかだと、たまにワードとかエクセルとかで処理をせなあかん時があってですね、そうするとこっちの解析と競合しちゃったりして、ゆっくり CPU を使いすぎたらこっちの計算が途中で止まってみたい、止まっちゃってすごいショックだったりするんですけど、今 CPU ってそのコンピューターのその頭脳の部分ですねが並列化されているので、そのどのくらい並列にさせますかとかで、あとはこれゲノムの配列ですね、このゲノムの配列に対して NGS のそのシーケンスのファイルをマップせよっていうのが、こういうツール でここに出力さ、結果のファイルを置いてねとか、あとはその遺伝子情報とか入れとくと、こういうのも参考にしながらマッピングをしてくれるというような、感じになっています。で、これで出てくるのがですね、入り口はさっき説明した FASTQ っていうファイルです。でこのマップすると BAM とか、あとはその人が読める SAM っていう形式で出力がされます。でその SAM とか BAM っていうのはどういう形式かというと、今ここにお示ししてますけれども、どんなリードを貼り付けましたよ、で、マップされた染色体が何番で 何駅目から何駅目に貼り付いて、で実際の配列はこんなもんで、クオリティはこんなですよって書かれているのがこの SAM とか BAM っていうファイルですね。でこれを普通に書くとすごいファイルサイズが大きくなっちゃうので、圧縮したのが SAM に対して BAM だと思ってください。圧縮しているので人では読めないんですけど、読みたいなと思ったら SAM にして、圧縮してデータサイズを減らして処理早くしたいというときはこちらの BAM を使うみたいな、イメージです。でこれはマッピングのファイルなので、さっきボーノの方でちょっと出た IGV っていうソフトがあって、でここに、ゲノムの配列とマップした配列、データを入れるとゲノムに対してどこに貼り付いたのかっていうのがこう見えるような、こういう可視化するような、ことができるようになってます。これがマッピングでして、で、もしくはですね、貼り付けずにジグソーパズルをその出っ張った引っ込んだでつなげるデノボっていうのがあるんですけど、例えばそのゲノムが分かったのは非モデルの発現データみたいなのはよくあるわけですが、トリニティっていうツールがあって、でこれもシーケンサーが出すのがファストQファイルだから、ファストQは入り口になってます。でイメージとしてはこんな、なんかバラバラの例えば300ベースとかのリードがあると。でこれをジグソーパズルを解いて、実際の、いわゆる遺伝子だと思ってもらえばいいんですけどにつなげて、この場合3つの遺伝子になりましたよ、で、結果としてはこういう配列のファスタファイルになりましたよっていうふうに変えるのがこのトリニティですね。でちなみに呪文がこんなで、どのくらいコンピューターを使って、で、こいつとこいつに対して、つなぎなさいねっていうような、仕組みになってます。ファスト Q を、入れてますよ。でここにレフトライトって書いてるのはこのイルミナ のシーケンサーの、ちょっと原理によるんですけど、300ベースをそのままジグソーパズルしていくと、なんだろうな、300ベースしか分かんないんですけど、例えば5キロ離れてて端300ずつみたいな読み方をイルミナではできて、そうすると、300を積み上げていくと、例えば繰り返し配列とかに当たっちゃうともう距離が全然分かんなくなってそこで切れちゃうんですけど、
ギャップをまたいで5キロ先っていうのは分かってると、ギャップを超えてとりあえずそこはギャップだって分かってつなげられるっていうのが、仕組みになってるんで、こうやってレフトライトってあるんですけど、まあ、ただこのトリニティでつなげるときに、まあ、なんかこれはまあ一例ですけど、フェアエンドっていうやり方をすると、まあレフトライトでこれとこれはいくらいくら離れてますよね、それに対してつなげてくださいねっていうのが、まあ、命令というかおまじないになっています。で、何度も言うんですけど、この呪文はですね、今聞いてもちんぷんかんぷんだと思うんですけど、実際に何かやってやろうとかいう時に、実際にあこういうコマンドだったなっていうのを、まあ、振り返ってもらえればいいと思います。イメージとしてその入り口と出口がこんなで、こんな形式のものがこんな形式に形式変換されるんだなと。で、まあ、例えばコンピューターのリソースをどんなに食うかとか、あとは入り口が何で出口は何でっていうような指定の仕方をするんだなっていうところだけイメージだけを持ってください。で、その後の発言解析によって、まあ、この先のどういう計算をしていくかなんですけども、ですね、まずここに FPKM の計算というのがありますけど、図がないからさっきのこれでいいかな。こうやって例えばゲノムに貼り付くわけですけど、この高さがどのくらいか、要するにこのリードがどのくらい貼り付いたかっていう計算をするわけですね。発現量が多いと、発現解析の時はこの貼り付くリードの数が多いので、まあ、この山がずっと高くなるわけですけど、ある遺伝子に貼り付いた NGS の量とかだと、それは遺伝子の長さに依存するから、まあ、簡単に言うとこの貼り付いた数を遺伝子の長さで割るみたいな計算をするわけですけど、よいしょ、こういう例えばカフリンクスみたいな、ツールでもって、この遺伝子で、このマッピングしたやつで計算せよ、で出力はここに書いてね、出してねっていうと、どの遺伝子がどのくらいの量発現してましたよっていう、まあ、山の高さみたいなのを計算をしてくれるというような仕組みですね。でこれはマッピングしたデータに対するカフリンクスソフトなので、デノボだったら、トリニティにこういうツールがあって、ちょっとなんかまた長ったらしいのがありますが、ちょっと今時間がないので、ここで説明するのはやめますけれども、こういう呪文をかけると、まあ、要するにその、貼り付いたじゃないか、つなげたデータに対して遺伝子がこいつで、山の高さはどんなもんですかねっていうようなプログラムをかけると、こういうトランスクリプトというか遺伝子に対してこのくらいの発現量がありましたよ、一番右が FPKM って書いてあるから、そのさっきの数字と同じものですけど、このくらいの、山の高さがありましたよみたいなのが、まあ、計算できるような、感じになってます。そうすると、NGS のデータがあって、まあ、ジグソーパズルだったりマッピングとかして、どの遺伝子にのあたりにNGS のデータが貼り付くかなっていうのが分かって、で、発現量の大きさっていうのが分かって、要するにこの遺伝子がたくさん出てる少なく出てるっていうのが計算で出ますよっていうところができましたと。でそうすると、まあ、例えば私が昔実験してた例で言うとですよ、うなぎで淡水と海水比べて、海水の時はすごいたくさん出てる遺伝子っていうのが NGS かけると分かりましたよっていうところまで来て、でここまで来ると、発現量の多い遺伝子リストみたいなのがこれを並び替えることで分かったりするわけですね。でこの後の、解析は例えばさっき冒頭の話したような発現量解析になったりするわけですけど、一旦だけ話すと、そのなんか発現量の多い遺伝子って何だろうって、やっぱりこう生物学的な興味が湧くわけですよ。でそういう時に、いくつか、まあ、またこれも呪文なんですけど、どうするかというと、まあ、簡単に言うとブラストをかけるってありますよね。トリニティの結果に対して、ブラストをかけると、
このトリニティで出てきた、遺伝子とかトランスクリプトが、こういうブラストでかけるとこの番号で示されるなんか遺伝子にヒットしましたよみたいなことがこういうふうに呪文を書くとできますと。だから遺伝子が、発現量の多い遺伝子の ID っていうのがあってその正体が何者かっていうのが、こういうのを書けると分かってきて、これが例えば何かの酵素だったとか何かのトランスポーターだったとか、そういうことがブラストまで書けると遺伝子の名前を見ると人間でもあこういう遺伝子なんだなっていうのが、分かる状態までやってくるわけですね。で、もしくは、ブラストで引っかからなかった時は、ハマーっていうのがあって、配列は分かってるのでその中にどういうドメインとかモチーフがあるのかっていう検索もこういう呪文をかけると分かるので、何かの活性がある、例えば脂質代謝のそのモチーフがあるよとかそういうのが、こういう呪文をかけると分かるようになってます。で、こういうことっていうのはトリニティのその後の解析っていうので、トリノテイトっていうサイトが、トリニティのサイトがたどれるんですけどこういうところにこういうのとかこう、ブラストとかハマーのやり方の応用とかちゃんとした記述があるのでここを見るとですね、ちょっとしたことが分かるような仕組みになってます。で、あとちょっと取りこぼしたところでスニップの解析なんですけどこれも基本的にマッピングと同じでしてファスト Q からそのサムとかバムにマッピングするところっていうのは、基本的には同じです。同じなんですけど、発現解析の時はだいたいこの辺でペッてマッピングすればいいんですけどスニップ解析だと1インチのズレっていうのがすごいクリティカルだからもうちょっとここの計算を丁寧にするわけですね。で丁寧にすると丁寧にする分時間がかかるんですよ。だから最初から丁寧に時間をかけてやるっていうアプローチかもしくはあらあらでやったデータに対してそれをさらに細かくやるっていう2段階のアプローチかどっちかなんですけどとりあえずこの辺できれいにマッピングをしてで実際にスニップがどうなってるかっていうのを解析するサムツールズとかかけるとこの辺のバリアントがありますよっていうのが分かるような仕組みになってましてでもこれもおまじないなんですけどゲノムに対して NGS のデータをマッピングせよというような感じになっていてマッピングしてで最終形はさっき見せたようにこうサムとかバムになるわけですね。でこれに対してサムとかバムに対してバリアントの、コールいわゆるバリアントコールっていうのをやると、VCF っていうバリアントコールフォントかなっていう、結果が出ましてでそれを見るとこういうふうになっていて、何番染色体の何塩基目が、この塩基だったのがこういうふうになってますよと。で、この変異っていうのはもうすでに知られているものだったらこうやって。ID もこれ今 DB スニップの ID を指してるんですけど、DB スニップでいうとこの、バリアントとして登録されてますよみたいなのがこういうふうに、1行で1個のバリアントになるように今、結果が出るというような、感じになってます。今時間ですね。あとスライドがもうちょっとですけどチップセックに関してはさっきボーノの方でチップアトラスの方が、割と、しっかり説明してくれたので、さっきのでちょっと変えさせてもらうというかここを見てくださいという感じです。ここを見るとですね、ウォッチムービーって書いてあって実際にどうやればいいのかというのはここにムービーがあります。であとメタゲームに関してはマイクロオブ DB.jp っていうサイトがあってこれは日本でやられてるんですけど例えばいろんなコンディションとか、生物種名入れると、
それに関するメタゲノムのデータが一覧されて、でどんな生物種が入っているとか、どんなコンディションであるかみたいなのが一覧表になっているというような感じになっています。という感じで、駆け足でございましたが、NGS の解説でした。という感じです。今日はありがとうございました。